明治天皇の皇后だった昭憲皇太后を祀る東京、明治神宮に今月9 10の両日、没後110年の節目に合わせて、天皇、皇后両陛下や長女の愛子さま、上皇ご夫妻が参拝した。女性皇族方は白いロングドレスをお召しだったが、それぞれの個性の光る参拝服の共演となった。写真、まさに美の共演。 雅子さまと愛子さまらの白のドレスはこちら。アアアスタリスススススタタタリリリククク9日は雨と風が強まる中での参拝となった。モーニングコートに身を包んだ天皇陛下は、宮司の先導で拝殿に進むと玉串を捧げて拝礼した。続いて皇后雅子さまも白い参拝服であるロングドレスで拝礼。明治神宮は、明治天皇と。 その妻である証券皇太后を祀る場所だ。証券皇太后は社会福祉事業へ力を注いだことでも知られている。両陛下の長女、愛子さまが就職した日赤と皇室の縁も、証券皇太后の活動がきっかけとなった。証券皇后は、1912年の赤十字国際会議で、現在の価値で3億5000万円ほどに当たる10万円を寄付している。 このお金を機に証券・皇太后基金が設立された。それまで戦争9号を主に行っていた赤十字が自然災害や疾病予防といった平時の活動に力を注ぐ天気となり、それ以降、歴代皇后が名誉総裁に就任することになった。愛子さまが勤務する日赤に強い影響を与えた証券皇太后を祀る神社だけに、今回の参拝も感慨深いものになったに違いない。 ここぞという場面では、フリルをお召しの雅子さま。この日の雅子さまの参拝服は、白いロングドレスにジャケットを羽織ったもの。普段はシャープなラインをお好みの雅子さまだが、柔らかい曲線のデザインをお召しだった。例えば天皇陛下の即位に伴うパレード、祝賀音列の儀、で雅子さまは、ローブデコルテの上に華やかなフリルがあしらわれたジャケットを合わせたように。 ここぞという場面では華やかなデザインを着用することも少なくない長年パリコレで取材を続けたファッション評論家の石原裕子さんはロングドレスの上に羽織った個性的なジャケットが印象深いものだったと話す上の襟はごく一般的なテーラードジャケットですが下の襟とジャケットの裾はホタテ貝の丸い殻をイメージしたスカラップにデザインされ変化を持たせていらっしゃる 下襟の丸みを大きく取り、ジャケットのウエストから裾の広がりをたっぷり取り、スカラップのデザインを加えることで、華やかさが増しています。あいにくの雨だったが、ドレスはたっぷりと竹を取ったフレアスカート。シンプルな服装を好まれる雅子さまだが、この日はフリル、蝶のデザインが入った参拝服で大輪の花のような風格を印象付けたと石原さんは話す。一方、 翌日に明治神宮を訪れた長女の愛子さまが着用していたロングドレスは、採寸して仕立てる際に用いる、原型のデザイン。首回りもノーカラー、襟、で全体に装飾を省きつつも、ウエストに入る細かなギャザーでスカートが綺麗に膨らんでいる。また、雅子さまと同じ日に参拝した上皇后・美智子さまは、久しぶりに白いロングドレスの上に、ケープ型の上着と小皿帽子をお召しだった。 ドレスやスーツの上に共布のマントやケープを重ねるスタイルは、美智子さまがデザイナーの子、上田逸子さんと相談して独自に考案したものだった。上田さんによれば、公務ではコートの着脱もままならない場面が多い。このスタイルであれば、羽織ったまま手を振る動作も容易で、コートよりも素早く着脱しやすいというメリットがあったという。